前回の動画で制作した両面採光式土中種観察巣です。巣を汚しやすい土中種のアリを観察することを想定した飼育巣で、特徴は2つ。1つは壁面を汚されても交換可能なスライド式の蓋。もう1つは前後両面から光を取り込めるようになっている両面採光式という点です。また室内の仕切りには金網のメッシュを採用していて、この素材も光を通します。アリの観察のしやすさを目指していろいろなアイデアを詰め込んだ飼育巣ですが、実際にこの飼育巣にアリを入れたらどうなるでしょうか。今回の動画ではアリたちがこの飼育巣に引っ越しをする様子や飼育巣の使用感などを検証しながら、この飼育巣によって観察できるようになったアリたちの姿をお届けしたいと思っています。実際に今まで飼育巣の汚れによってほとんど見えなかったアリたちの驚くほど美しい映像も撮れているので、ぜひ最後までご覧ください。ということで今回の流れは3つ。アリの引っ越しの様子、新飼育巣の不具合などのチェック、新飼育巣でのアリ観察になります。まずは今回の主役の登場です。クロオアリのコロニー。コロニー自体は今年で5年目を迎えるコロニーになります。飼育巣は縦重ね型の飼育巣、ご覧の通り、壁面が汚れてしまっていて中があまり観察できません。この飼育巣には3年半ほど入っていて、途中巣内の掃除などもしたんですが、またすぐに巣内を汚されてしまうので、今回、壁面を汚されても大丈夫という設計の新しい飼育巣に、移動してもらうことにしました。引っ越しを開始しましょう。まずは大きなトレイを用意します。アリたちの脱走を防ぐために周囲にベビーパウダーを塗ります。両面採光式土中種観察巣をセッティングします。クロオアリを入れます。基本的には現在の飼育巣の方に馴染んでいるので、蓋を外したりチューブを外したりしながら、現在の飼育巣を解体し新しい飼育巣への引っ越しを促していきます。蓋に付着した汚れです。食べかすでしょうか、それとも排泄物でしょうか。結構しっかりとこびりついています。右側のケースに注目です。女王が現れました。この部屋にいたんですね。久しぶりにお目にかかりました。引っ越しのタイミングというのはケース越しではなくアリを直接観察できるチャンスです。女王は美しいですね。また元気にしているのを確認できたこともとても良かったです。越冬幼虫、これもあることは分かっていたんですが、はっきり見れることができて嬉しいですね。栄養交換をするワーカー、そしてメジャーワーカー、結構立派なワーカーが生まれてますね。段階的に飼育巣の解体を進めていきます。そしてこれまでの飼育巣は全て解体され取り除かれました。アリたちもだいぶ新飼育巣の方に入っていってますね。飼育巣の外ではワーカーたちが慌ただしく動き回っていました。どうやら幼虫たちを運んでいるようですね。幼虫たちは次々に新飼育巣の中へと運び込まれていきます。この飼育巣を新しい巣と認識してくれているようです。数時間後、コロニーのほぼ全てが新飼育巣の中に収まりました。引っ越しの完了です。引っ越しが終わり、アリたちが新飼育巣に収まったところで使用感をチェックしていきましょう。まずは光の取り込みについてチェックしていきます。飼育巣裏面に大きな窓が開いているので、そこから光を取り込むことができます。
そしてポイントは、金網のメッシュ、網状になっているので、光が下まで届いてますね。一番下の段にも 100% ではないですが、十分な光が届いているように見えます。一番下の段にいる女王アリを映しました。通常であれば暗くて見づらい、一番下の段ですが、ある程度の光を取り込めるようになったことでアリたちが見やすくなりました。次にスライド式の蓋についてチェックをしていきます。ポイントはアリの脱走を防ぎつつ蓋の交換ができるかというポイントですね。上下にスライドのレールがあり、左右にはないため、横方向へのスライドが可能です。隙間を空けずにもう一枚の蓋を入れ替えることで、アリに脱走されずに差し替えが、できそうですね。はい、いけました。これでアリたちに壁面を汚されても新しい蓋に交換が可能なので、観察のしやすさをキープすることができそうですね。改良点についてお話をしておきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。スライド式の蓋の部分、ちょっと隙間ができてしまってますね。蓋はアクリル製なんですが、アクリルは湿度などを吸って反りが出てしまうようです。シークス内の湿度を吸って変形してしまったようですね。ちょっと迂闊でした。テープなどで押さえれば対応は可能なのですが、今回は変形をしないガラス板を用意して、対応をすることにしました。蓋をガラス板に変更して隙間は解消されました。アクリル板よりもガラス板の方が費用はかかってしまうのですが、変形のことを考えたらガラス板の方が無難かもしれません。ちなみにシークス本体もアクリル製ですが、箱型の立体的な形状とただの板の状態とでは、変形の度合いが全く違うのかもしれません。この点が使ってみて出てきた改良のポイントです。それでは新シークスでのアリ観察を楽しんでいきたいと思います。全体としてはやはり一番下の石膏面に一番多くのアリたちが集まっていますね。ただ左右や天井の石膏面にもアリたちがいますし、中央の金網のメッシュの部分にも結構な数のアリの姿が確認できます。メッシュの部分をよく見てみると、メッシュの上の面はもちろんのこと、メッシュの裏面にもアリがいることがわかります。これは面白い光景ですね。例えば野外観察などで石の裏をひっくり返してみると、石の裏面にもアリたちがたくさんついていることがあるかと思います。アリの巣の中では巣の床面だけではなく、壁面や天井面にもたくさんのアリたちがいることを考えると、同じようなシチュエーションが観察できるという点は縦置き型のシークスの良い点かもしれませんね。またアリを横から接近し観察できるという点も縦置き型のシークスの特徴です。平置き型の巣でアリを上から観察するときとはまた違った立体感があっていいですよね。ここからはこのシークスのアリたちに接近し観察する様子を楽しんでいただきたいと思います。グルーミングや栄養交換などのアリの仕草やアリたちの細かな体の部位などもよく見えますので、ぜひお楽しみください。
いかがだったでしょうか。クロオアリたちのとても美しい姿が観察できたのではないでしょうか。今回は前回の動画で制作した、両面採光式土中種観察室にクロオアリのコロニーを引っ越しさせて飼育室の機能のチェックや、アリの観察などを行っていきました。まだまだ改善できるポイントはあるかと思いますが、ひとまずアリたちが新飼育室の中で落ち着いてくれて観察のしやすい状況が作れたということで良かったのではないかなと思っています。引き続きこの飼育室の中でこのクロオアリのコロニーたちを観察していきたいなと思っています。では今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。